東京カラーソニックエピローグフリートーク。息ぴったりだね。いやすごいね。皆さんこんにちは、小宮山嵐役の千葉翔也です。こんにちは、霧島空役の上村優斗です。はい、うん、ということで僕たち2人のフリートークですけれども、はいはいはい、まあ今ね収録を終えたばかりでございます。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやエピローグを迎えちゃいましたね。いや本当よ。いやでも僕はね、うん、ちゃんと終わらせるっていうのがね、うん、いいなって思いました。一回とりあえず、ね、このなんだ4組曲が出来上がって、うん、ちゃんと戦うと、うんうん、いやそういうのはいいなと思いました。そのあやふやで終わらないと。確かに何かさ、やっぱどのねバディも応援したいじゃない。いや本当にそうなんですよ。ってなってくるとさ、その辺のストーリーどうなんのって思ったら、ちゃんと優勝ペアが決まって、ね、でそれぞれの思いを抱えてまた会おうなっていう熱いお別れをしてっていう感じで、ね、よかったです。いやでもなんかこう改めて嵐と空は本当になんか人柄が良い、はい、いや結果的にね優しい本当にすごい。でもいやでも空のその優しさはもともとありましたけど、うん、自分よがりにならない優しさに成長してるというか、ちゃんと変化があったもんね、うん、結構嵐はそのそれこそ今日演じてみて、うん、勝てなかったり、うん、お別れすることに対してやっぱりぶっきらぼうにね感情を出せずにいるところを、うん、なんかちょっと空が包み込んでくれるような感じをね僕は感じまして、なんか本当出会った当初はさ、お互いのこうなんていうの持ってるもののぶつかり合いでしかなかった僕たちが、はい、やっぱその曲を作るっていうことを通して物語進むにつれてどんどん分かり合っていっていいバランスになってるね。いや本当にシンプルに、でもあれですね、そのユニット1の収録がすごく楽しかった思い出があるので、うん、今日は久しぶりでしたけど楽しかったなと。そうなんですよ。いや本当収録前に久しぶりにこうユニット1聞きながら現場に向かったんですけど、うわどうだった。いやなんかいろいろ思い出した。なんかでも本当に僕としても聞いてる感じ楽しく演じてるなと思って、あーね、うん、なんかその千葉城の声もすごい生き生きとしていて、はいはいはい、なんかお互いがこう嵐と空を通してなんか感情をぶつけ合っているなっていう感じがあったんで、なんかそのいいイメージで今日来れたからすごい楽しい収録でしたね。僕も実は今朝聞き直してました。あ本当に、はい、うわあ気が合うねバディ。いや恥ずかしい。ちょっといやニューディベーションにつながるとこめちゃくちゃ気持ちいいと思って。あ気持ちよかったよね。うん、ね、思いなかったんで今日はすごい楽しい収録でした。いや本当ですよね。だから本当ユニット1改めて聞いていただいて、また今回のね、いやそうです、優勝ペア決定とエピローグ聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、なんかどうですか、印象的なシーンとかありました今回。いやそうですね、うん、まあ結構、うん、みんな大人って思った。嵐に比べると。あなんかね、うんうんうん、嵐はすごい人に向き合うことを覚えたところだから、うんうんうん、出会いにも別れにもまだまだ新鮮な気持ちがあるんだなって思いながらやってましたね。なんかあれだよね、ほんとさ、あの狙ってやってるわけじゃなくてマジでそうじゃない、うん、嵐って本当にそう戸惑うことももう全力だし、なんかそういうところが一つやっぱ可愛さもあってね頑張れ嵐ってなんか思わせてもらえるような。いや空がすごいちゃんと気持ち伝えてくれるんで僕それがすごい。あ空もそうでした。あと田所、あ田所先生にねちょっとなんかいろいろ言われて、うん、嵐がちょっと心動くっていうのは俺的にはすごい嬉しかった、うん、そうね、やっぱ最後の最後でね、そうそうそう、そういう場面があるっていうのがプロローグの時にその田所に、うんうん、田所にとか言っちゃいますけど、田所先生に俺が世界を変えるみたいなことをねちゃんと言ってたことを田所覚えてくれてたかと思って嬉しくて、ね、やっぱちゃんと見てくれてんだなって感じがあったよね、うん、空氏はどうでした。僕はだから、過去回想で、はいはい、あの走って、はい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 、あの学院に向かっていく時の、うん、あの感じがちょっと懐かしいというか。いや本当よ。いやなんかその思ったより嵐ヤンキーだなと思ってやっぱ最初怖かったんだなと思って、その千葉城がその当時のねそのヤンキーっぽさのままであのお芝居をしてるのを聞いて、なんか僕も自然とこう、あ小宮山くん
怖いかもって思いながらそう、その頃はまだ小宮山くんって呼んでたと思ってなんかそれも懐かしくって、いやでもあのシーンちょっとヤンキーに戻すのに時間かかって何回かやり直してますからねテンション高いですよって言われちゃう、そうそうそう、あーやべえと思ってそうね、優しく絆創膏出しちゃったよと思ってだからそういう意味で本当にガラッとこうドラマを通して変わっていったんだなっていう、その変化とか成長が見られて、確かに確かに良かったなって思いましたね。いやでも本当さ、ありがたいことに2シーズン目も決まってるってことで、いやすごいよ、やっとすごいよ、俺初めてだそういうのいや本当だよね、これ嬉しいことで、だからさ、まあ、今回この嵐と空は優勝できなかったけど、はいはい、まだ未来があるってことだよね。めちゃくちゃ感じましたそれは。いや本当そうよ。いやこんな言い方嵐たちには申し訳ないけど、うん、やっぱここで簡単に勝っちゃダメよいや厳しく厳しくそうね、突き詰めていった先のね、そう、ニューディベーションはさ、うん、今の空と嵐が生み出せる最高だったし、うん、そう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 、けど、うん、でもまだ2人はバディになって初めて作った曲だから、うん、初めてでさ最高に出しちゃうよりも、うん、次はもっといい、次はもっといいよね、出せる2人だと思うんですよね、うん、いやほんとそうだよね。だからこれからのドラマを通して、うん、よりいい曲がね作られていくんじゃないかなっていうのは、いやすごい期待しちゃいますね。そのうちベートーベンオマージュ入りますよそれで優勝できなかったらやばいね。イントロが運命で始まり定めかで始まり、じゃ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 ーんでツッ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 って急にロック始まるっていう空にしか作れない、そうだね、あるかもしれない。いやほんとそうよ。いやでも今回その優勝したさ、はいはい、イオリとハルヒのペアの聞きましたけど曲、はい、めっちゃ良かったっすわ。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。いやもちろんさニューリベーションも良かったよ、うん、なんだけどなんかこうなんだろうね、優勝しそうな感じ。いやほんとそう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 あのねちょっとやっぱカリスマ的なところと、うんうんうん、なんかもうプロとしてちゃんと曲を出してたっていう、うん、バックボーンの余裕を感じた。あーそうだわ、うん、余裕かもしれない、うん、だから本当嵐と空は今できる精一杯って感じがあって、そうなんです。だそこもさやっぱ曲さ、多分皆さんたくさん聴いてくださっているからこそ、うん、この曲が好きとか私はこっちとかいろいろあると思うんだけど、うん、そのなんか曲のニュアンスとかもね読み取って改めて聞いてほしいね。いやそうなのよね。いや結構どのユニットもすごい、最後さエピローグで久しぶりに会ったらさ、うん、みんなちょっと関係値変わってたじゃないですか、ちょっとね雰囲気違ったよね。いやちょっとねニヤニヤしちゃいましたねちょっとマジでカイリ君とカグラ君がいやね、いや現時点ではその2人のさドラマ聞けてないわけですよ。そうまだ僕らで聞けてないんですけど、だからいやもうただでさえ気になる彼らがさ、うん、ちょっと変わってたからやっぱり変わってた、面白かったいや面白いよね。いやだからちょっとね今後の展開が本当に期待しちゃいますね、はい、いや本当そうですし、やっぱこれはね、うん、皆さんがそのこの8人とこの企画に期待をしてくださった孫がことなき結果ですからね、うん、言ってましたよ本当に。別に最初からこうするつもりじゃなかったでしょ。いや本当そうよね。ね。うん。いやありがたい、嬉しいことだよ。いやこれからもどうぞよろしくお願いします。うん、お願いします。じゃあということで、じゃあ応援してくださっている皆さんにじゃあ一言ずつメッセージをお届けしたいと思います。じゃあ僕からいきますね。はい、改めまして霧島空役の上村優斗です。いや本当に東京カラーソニックの収録毎回楽しくて、制作発表の時もすごい楽しかったんですけれども、うん、今度ねイベントがあるじゃないですか。わー、本当だ。2月にその時全員8人揃うので、うん、いやどんなイベントになるのやら、はい、でもこう全員揃っての、ま、生朗読とかねできたらやっぱり嬉しいなとか思うんですけど、なんかそういう意味でもいろいろこれから展開していくなと思って、本当に、この作品に関われたことが嬉しいですし、応援してくださっている皆様に本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。シーズン2もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、改めまして小宮山嵐役の千葉翔也です。ここまでお聞きいただきありがとうございます。プロローグから始まったこちらのドラマ CD なんですけれども、うん、なんか広がってるなって感じてます、うん、劇中で、みんなが作ってる、音楽がなんだろうな、最初はその興味持ってもらえないんじゃないかみたいなところのストーリーもあったじゃないですか。音楽を作ることがちょっと抑制されているみたいな。 そうだね、それをやっぱりこの若き力で、解き放っていく8人、
そしてなんかそのオリジナル作品でありながらだんだんこのストーリーが口コミで広がっていってカラソニーいいらしいよみたいな風に言ってくださる方が増えていくのをねじんわり感じながら、最近過ごしていた期間でございましたので、なんかそれが物語とリンクするようなねあのパワーを感じております。いや皆様のおかげでセカンドシーズン、続きが、制作できるということですし、ということはきっと新しい音楽にも出会えるでしょうし、うん、こんだけねニューディベーション1曲作るのにあの人生を削って空と嵐が生み出してくれたわけですから、新しい音楽ってことは新しいドラマ、新しいドラマってことは新しい音楽って感じで、これからもね、いろんなものが、リンクして盛り上がっていくと思います。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、うん、ということでまたお会いできるのを楽しみにしております、はい、よろしくお願いします。絶対にユニット1は聞いてください、うん、聞いてね、またね、バイバイ。